クレシカイジ歴史科学館に展示されている、コのヤーの野郎式ボイラー、カンポン式ボイラーとは、日本海軍艦制本部の開発した、艦艇用の国産ボイラーである。ボイラーのことを漢字で機関と表したので、カンポン式艦とも書かれる。1900年に老朽化した水雷艇のボイラーの交換用として、艦制本部が開発した。A AR が小型艦用に開発した。 ヤーロー式ボイラーの改良型で1902年浸水の第67号水来艇に初めて搭載され、春雨型駆逐艦などに搭載された。当初は単にカンポ本ン式艦やヤーロー艦と呼ばれていた。ヤーロー式ボイラーは3動式の水艦ボイラーの位置形式であり、上部に大直径の蒸気ドラムという横置きの円筒、下部に それより小直径の水ドラムという円筒を日本横置きに配置し、互いに多数の電熱再管で接続した構造をとっていた。横から見ると、ちょうど A の字の頂点に蒸気ドラムが A の字の足あたりに水ドラムが置かれた作りをしていた。それまでの根本指揮管に水ドラムの水管継ぎ目に圧力偏在から来る腐食が生じる血管が見つかったため、水ドラムを 新淵型から半円形に改め水管継ぎ目部を平滑とした改良型が1914年7月以降搭載された。これ以降、それまでのものを以後改良型をロゴと呼んで区別した。太平洋戦争時には多くの艦艇にこのボイラーが搭載されている。二次改装後の不装型戦艦に2機だけ搭載された。消失力ボイラーとして、 管制本部と舞鶴交渉が共同開発したもの。水を通す水管を片側に集め、小型管ながら大型の重油戦傷管に匹敵する効率を上げた。1937年度春工の第53区選艇に初めて搭載されたほか、橋立型砲管、カトリ型練習巡洋管などに搭載された。また補助ボイラーとして、 占い守る型解剖館などにも搭載された。ありがとうございます。